の中に落ちてたんだ。お前のか？それって受験生とかが持ってるやつだろ？なんでお前が？どうだっていいでしょそんなこと。あ、わかった。片思いの相手に渡そうとしてたとか。そんな類だろう。くだらねえ。バカ！許せない。人の心の中に土足でズカズカ入ってくるようなやつ、許せない。あ、何が許せないんですか、野々原さん。いえ、独り言です。ちょっと大きいけど。本当に許せないわよね。だって最後の問題、試験範囲じゃないとこから出してるじゃない。ひどいわ。そういえばそれで怒ってたんじゃないの、姫ちゃん。もちろんよ、それよ。試験のことはスパーって忘れて、ハンバーガーでも食べてこう。賛成。行こう。しまった、謝ろうと思ったのに。ねえねえ大地くん、一緒に帰らない？それとね、試験も済んだことだし、映画でも見に行かない？きゃ、行っちゃった。日比野いたのか？姫ちゃん、小林くんと喧嘩でもしたの？別に。あ、言っとくけどね、もともと大地とはそんな関係じゃないんだから。ごめんなさい。いえ、僕がよそ見してたものだから。本当にすみませんでした。いえ。大地もああいう人の爪の赤でも飲むといいんだわ。うわ、かっこいいじゃない今の人。どこのクラスかしら。もう釣れないんだから。大地くんってば、照れてるのかしら。なんとかデートできるいい方法はないかしら。あるよ。え、教えてあげようか。大地くんとデートする方法。どうして私たちのことを。特別に君だけに教えてあげるよ。今度の日曜日の夕方6時、風立ち中央公園のボート乗り場近くのベンチに行ってごらん。今度の日曜日の6時。ちょっと待ちなさいよ。あなたは一体誰なの。僕の名前は有坂聖。また会おうね、子猫ちゃん。子猫ちゃんだって。また会おうね、だって。やだわ、そうじゃないでしょ。私にはちゃんと大地くんっていう人がいるじゃない。バカバカ、もう。違うのよ、そうじゃなくて、私が聞きたかったのは、なんで私たちのことを知ってるかって。あ、いない。はい、野々原ですけど。姫子姉ちゃんはまだ帰ってませんけど、どちら様ですか。いや、名乗るほどのもんじゃ。ん、もしもし、名乗るほどさ。もしもし。また後でかけますから。誰なんだあいつ。ただいま。あ、姫姉ちゃん、電話があったよ。誰から。名乗るほどさんだって。知らん、そんなやつ。きっとテストの出来が悪かったんだ。
ちゃんすごい。最後の音と同時じゃん。根性。静かに。ホームルームを始めますよ。あ、その前に転校生を紹介します。入って。アリサが生と言います。よろしく。あ、昨日の。僕は病気でしばらく学校を休んだりしていたので、みんなより一つ年上ですが、気にせず付き合ってもらえれば嬉しいです。年上か。大人っぽいわよね。どうりで。ねえねえ、背高い。かっこいい。確かにハンサムだよね。へえ、有坂君外国に住んでたことあるの？まあ4、5カ国ほどね。幼い頃だけど。かっこいい。今も両親はそっちなんだ。仕事の都合でね。じゃあ一人で暮らしてるの？いや、お手伝いさんが一人いるから。え、お手伝いさん、すごい。お金持ちなんだ。うわ、姫ちゃん。見に来ちゃった。噂の転校生。あ、あの群れの中にいるのが。そう、姫ちゃん動物園じゃないんだから。あの人、姫ちゃんが顔面直撃した。そうなのよね。いまいち顔合わせづらくて。すごいすごい。うちの転校生だったなんていいな。うちのクラスだったらよかったのに。ちゃっちゃ。姫子、サッカーやのに人数足んねえんだ。混ざれよ。あ、行く。じゃあね、まなみ。相変わらずなんだから、姫ちゃんらしい。いいな。え、何がいいの？校庭に誰かいるの？何よ、男子たちと姫子がいるだけじゃない。あ、そっか、有坂くん病気がちだから。いいな。大変です、大変です、会長。何を言って、そんなに慌てて。加藤と後藤が我が第一ファンクラブ。あいつだ。聖様だってさ、凄まじいな。お、おい、知ってるか、お前のファンクラブが分裂したって話。悔しくないのか？興味なし。でもやっぱりなんとなく尺かな。小林くん。え？小林大地くんだよね、君。そうだけど、何か？なんでもないよ。挨拶したかったんだ。よろしく。あ、ああ。な、何なんだこの冷たさ。まるで血が通ってないみたいだ。ジャッピー、この男の子をどこかで見たような気がしない？そういえば、見たような見ないような。さっさ、なんか敷居高いよな。あ、うちにいようかね。いや、別に。いいお天気ですね。お、おい君、さては愛子の友達だな。姫子にボーイフレンドがいるはずはないからな。どうしたの？誰と話してたの？父さん。変なのがうろついてたんだよな。人名乗るほどさんよ。誰だそれは。姫姉ちゃんの知り合いみたい。姫子の？信じられん。なんかタイミング悪いんだよな最近。ん？や、そこの君。あ、こら待て。
そうか、返してくれるのか。いい子だなお前。こいつ、いい加減にしろ。ふざけやがって、この野郎。待て、どこへ行ったんだあの犬。あ、こんなとこまで持ってきやがったあのバカ犬。ああ、こんなに暗くなって無駄に一日過ごしたな。誰だ。うわあ、まあ、日比野。待った。げ、化粧してる。ごめんね、少し遅れちゃって。は、俺別にお前を待ってたわけじゃ。恋ってこんなに跳ねるもんなのか普通。いや、光る怖い。離れろよ。うん、シャイなんだからもう。あ、さてと帰るか。え、嘘、帰っちゃうの。当たり前だろ、お前も早く帰れよ。何しに来たんだか知らないけど。嘘、こんなに真っ暗なのに一人じゃ帰れないわよ。痴漢に襲われちゃったらどうすんのよ。送ってってやるよ。わーい、ねえ大地くん、腕組んでもいい。今の有坂に見えたけど、なんでここに。はい、野々原です。姫子姉ちゃんは今お風呂に入ってますけど。貸しなさい、お父さんが代わろう、うん、もしもし、姫子の父親ですが。やべ、代わりに用件を伺いましょう。有坂のことで。いえ、明日学校で話しますから。また名乗るほどさん、同じ声だったよ。昼間もうちの周りをうろついてたみたいだよ。有坂がどうこう言ってたぞ。有坂くん、まさか。知ってるんだったらかけ直したらどうだね。電話番号なんか知らないもん。肉まんお待たせ。あ、ちょっとごめん、用事を思い出したから先に帰って。つまんない。おいしい。放課後はこれに限るよね。帰る前の腹ごしらえよね。楽しそうだね。何食べてるの。あ、有坂くん、向かいのお店の肉まんおいしいよ。有坂くんも食べる。いや、僕はいいよ。それより君に話があるんだ。もしかしたら昨日電話くれた。いや、やっぱり。ピザマンでもいいよ、いっぱいあるから。いや、あたしもう一個食べよっと。気に入ったな。うん、好きになりそうだ。気を持っていいと思うよ。キザなやつ。すごいすごい姫ちゃん。あんな風に言ってもらっちゃって、あの有坂くんに。これはもうくっつくしかないんじゃない。ねえねえ、もちろんオーケーするんでしょ。ねえ姫ちゃんってば。なんだかまだ信じられない。初めてだもん、男の子に好きだって言われたの。でもその有坂ってやついいやつじゃない。大地よりずっと姫ちゃんのこと分かってくれてさ。大地より。僕としてはちょっぴり悔しいけどね。僕以外の人がそんなに姫ちゃんのこと分かってるなんてさ。なんだかくすぐったいけど、やっぱり嬉しいや。聞いた？肉まん告白事件。聞いた聞いた。大胆よね、みんなの見てる。マジ姫ちゃんが肉まん頬張ったまま嘘の払えるよね。でもさ、これで有坂くんの人気も落ちるんじゃないの。特定の人作っちゃったら。いいえ、相手が姫ちゃんならそう簡単に諦められません。私たちにも希望がある。あ、勝手にやって。野々原さん、うん、この度はとりあえずおめでとうと言わせていただくわ。聖様の女を見る目がうんぬんというのは別にして。はあ、これであなたと大地くんの噂は消えてしまうでしょうからね。困るのよね、はっきり言って。いい加減な噂は。何せ私たちは夜の公園で抱き合った仲なんだから。校舎の裏じゃなかったの。それは前、日曜日にデートしたのよ私たち。
彼ちゃんと私の家まで送ってくれたし、腕だって組んじゃったんだから。ま、あなたには関係ない話よね。それじゃあね、せいぜい聖様に嫌われないように気をつけることね。抱き合ったなんて。どうせまた日々の光が強引に迫ったのよ、どうせ。でもなんで二人で夜の公園なんかに。なんかわかんないけど腹立ってきた。大地のスケベ野郎。あ、うん、うわっ、びっくりしたのはこっちよ。お前ね、ここは俺が見つけた場所なんだからな、気軽に入ってくんなよ。分かったわよ、もう来ないようだ。あ、ごめん。ん、嘘だよ、ごめん。この間のお守りを冷やかしたことも悪かった、ごめんな。話してよ、日々の光と腕を組んだ手なんかで触らないで。あ、いや、あれはな。やっぱり本当だったのね。それがつまりどういうわけか、その、あ、それより野々原、有坂には注意した方がいいぜ。それってやきもち？なんで俺がやきもち焼くんだよ。だったら私にも言わせて、日々の光には注意した方がいいわ。おい、待てったら落ち着いた話を聞けって。勝手にしろ。小林大地が邪魔なやつだな。ポコタ、ポコタ、ポコタ、おいで、ポコタ。そうだ、ポコタ、おいで。こっちをご覧、ポコタ。せーな、何の音だよ。ポコタじゃないか、どうしたんだよこんな夜中に。俺んとこに来るってことはもしかしてあいつの身に何か。ポコタ、うわっ。小さい頃何回か遊んだことがあるわ。ということは魔法の国の住人さんさ。ええ、そのせいがなぜ姫ちゃんに接近してるのかしら。大地ったらバカみたい。有坂君が魔法の国の人間なわけないじゃない。大地の方こそやきもち焼いてんじゃないの。誰が何と言おうと私は有坂君とデートするんだからねーだ。次回、リボンが危ない。いけいけ